違うよ。可愛い方法忘れはしない、いつまでも。違う違う、みんなも走るですから。みんなも走る白い船、長い間違えちゃったな。風になりかせ波に向かって叫んでみた。ありがとうございます。もう帰らない、あの夏の。いい曲でしょ。僕の曲だもん。僕の曲です。いただきます。覚えてるの大丈夫か、怒られるかな。怒られる。俺の曲だもん。みんな知ってんのか。知ってるよ。長いまつげのこんな歌いが大きな瞳が僕を見つめてぐるっと回って潤んでた、イエーイ。このまま二人で空の果てまで飛んでいきたい夜だった。はい、行きます。波に向かって叫んでみてももでしょ。このテクニック。うまい。すごい。終わった。終わった。終わった。まだ大丈夫じゃん。え、2時間。ちょっと無理だね。2曲。2日。2曲。じゃあ行きます。まだある、あります。いっぱい自分の曲がいっぱいあります。アンパンマン、僕の曲です。これ昨日作りました。アンパンマン、中島達郎作詞作曲。バチが立ったよ。アンパンマン、ごめん、すいません。皆さん、ちょっと初めて聞く方もいらっしゃるために、 いらっしゃるかもしれない。あの歌詞の内容言ってみますけど、人生の曲ですからね。噛み締めて聞く。何のために生まれて何をして生きるのか分かってますか。答えられないなんてそんなのは嫌だ。奥が深い。今を生きることで熱い心燃える。だから君は行くだ、どこまでも。あ、そうだ、嬉しいんだ、生きる喜び。たとえ胸の傷が痛んでも、あんまんまん優しい生きるは生きるんだと夢は何が君の幸せ、何をして喜ぶ。変えないな、なんだかな、なんだかそうは嫌だ。忘れないで夢を
こぼさないで涙。だから君は飛ぶんだ、どこまでも。そうだ、恐れないでみんなのために。愉快と勇気だけが友達だ。アンパンマン、優しい君はイケメンなのよ。アンパンマン、アンパンマン、優しい君はイケメンなの夢守るため。いや、いい曲だ。いやー、さすがだね。僕もさすが大したもんだ、作曲の。では、いや、最後の曲、あと1曲、もう引っ込めていこう。そうです。カツオ、カツオが持ち込めなかった。カツオは線路の向こうまで。今日、ウニ送れやろうと思ったけど、カツオの、ああ、そうだね、スパイマンね。では、最後の曲、すみません、お騒がせしまして。実は商店街こんなとこで、こんなに叫ばしてくれるのは本当にありがとうございます。最後の曲はちょっと長いですけど、10分のカツ丼という曲です。5分にしてください。5分にしたい。5分でいいですか。10分、3分、1分でいいですよ。3分、3分、3分。入っちゃったよ。カツ丼。あ、よかったね、始まったよ。カツ丼。カツ丼。はい。カツ丼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 。あ、ダウン。あ、すいません、62歳なんで、救急車用意しててくださいね。大丈夫。まあ、軽くやりましょう。カツ丼。カツ丼、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 カツ丼。あ、ダメだ、神経切りそうだ。カツ丼、カツ丼、一応周り見とかないから。そうじゃないと変な時に走るとさ、ねえ。はい、カツ丼、カツ丼、歌です。うるさいな。あかつどん、あかつどん、あかつどん、あかつどん。ちょっと待って、タイミングがあるよ。あかつどん。皆さん、避けてくださいね。カツ丼ですからね。皆さん、この曲知ってる人は避けないとダメですよ。あかつどん、あかつどん、あかつどん。笑いとか。
つだ赤つだ赤つだ。どうもありがとうございます。終わりです。ありがとうございました。中島達夫さんに大きな拍手をお願いします。いやーもうね疲れました。もうね一言で言うと見てるのが疲れました。疲れました、本当疲れた。もう本当にお疲れ様でした中島さん。いやお客さんすいませんありがとうございました。いやもうね中島さんが